ない方がいいね。ない方がいいです。面白いね。似てるね。似てるね。でもとりあえず人に優しくできる人がいいなと思いますね。さあもう一人行ってみましょう。魅力的な男性福村。はい、うん、私は特にないんですけど、うん、ピンクが似合う人っていいなって思う。ピンクが似合う人、はい、わかる。私のメンバーカラーって濃いピンクなんですけど、うんうんうん、恥ずかしがってその T シャツを着てくれない方がいるんですよ。わかるわかるわかる。わかりますか。わかる。違う、ももちの多分デザイン的に気になる。一生懸命でもピンクって着づらいんだよね。そうなんですよ。ファンの方によく言われるのが、なんだろう、でもなんて言うんですか、なんか嫌なわけではないんですけど、普通にこう男の人でピンクを着てる人って普通にいいと思うんですよ。私は魅力的だなって思うので着てもらいたいなって。なるほどね。まあ全部は難しくてもね、ネクタイピンクとかね、ポイントでね、ハンカチピンクとかね、そういうのありますからね。はい、うん、いいと思いますよ。でもここに書いてある、昼休み外で遊ぶ人ってどういうこと。あ、昼休み外で遊ぶ、うん、あの学校で、うん、あの女の子って教室とかでいるじゃないですか、うんうんうん、でも外で元気に遊んでる男の子はいいなって、うん、元気だなみたいな感じ。元気だよ。そんなママ目線やね、子元気ね。元気だな。